auto mode. Lafu ga dekite ii wa. その能面みたいな面の下はとんだサディストだな。 僕たちのような取るに足らない弱者にまでこの周到ぶりときたものだ。戦力のリサーチまでされているなんて光栄の至りだよ。本当にあ、もう振り向けばあちらこちらに。 チェックメイトまであと10分ほど。差があっても2分前後というあたりね。 で威張ってんじゃねえぞ。 てめえらいつだってそうだ。弱者は弾く、潰す、引き殺す。それで残された奴らを嘲笑うかのように、のうのうと普段通り過ごしてやがる。だから私はてめえらに。 無様に這いつくばらせてから思い知らせてやると決めてんだよ！ そう、強がりが好きなのね、あの。
理不尽を砕くために理不尽を下そうと躍起になった。あ、それは気が変わったわ。少しだけ早く終わりの時間を与えてあげる。まるで神風ね。だが気合一つでは戦局は覆せない。さて、どうする？秋月亮が行動すればすかさず止めるが、行動しようとする意志までも止めようなどとは思わねえよ。このままここで指くわえてりゃお仲間はリーザにやられて落ちぬぜ。ジェネレート。何を？なーに戦友、お前さんならすぐ追いつけるさ。もうあと3回死ねばいい。
そこにいな。砕いてやるよ、鉄くず。消え。ありえない。どこへ行く？どこへ行くつもりかと聞いている。おとぎ話の英雄は、まったくどれだけ恵まれてるんだ。なるほど。ストリゴイの強化は正当であったらしい。確かにお前は降伏などしないのだ。英雄のように高潔だな。故に苦しみ、故についえ、心の素質を恨むがそれでも自殺と紙一重ね。これってロビンフットの奴らがさ、ネームレスを誘発するようにうまいこと立ち回って、で、戦況をどんちゃん騒ぎに持っていこうとしてるんじゃない？
何それ、実は極上の魔法なんじゃないの。お兄さん、死なばもろともとは言うまいさ。単なる豪つくばりの所業だよ。もともと負けているんだから巻き添えぐらい期待してもいいだろう。巻き絵料だよ。もっとも人食いがねえの価値は悪いね。あまり息巻いてんじゃないのよ、バカ。ほら見ろよ、あれが救いの神に見えるわけ。勘違いすんじゃないのよ。私たち全員まとめて奴の敵ハンナの餌だ。ジョーちゃん、こっちはガラクタをいつまでもフラフラと遊ばせておくわけにもいかないもんでな。まあここは逆にだ、人生何が起こるかわからんから、楽しい展開と思うぜ。くっ、そっか、宿女の入り口とか、これだから軍人はマナーがなってねえんだっつの。そして俺か、みやびじゃねえな。女の方を誘ってやれよ。スタンドプレーをしようものならこいつはたやすく食いちぎる。
無茶しすぎだよ、青戸さん。まだるっこしいこと言ってんじゃないのよ。私があのデクをハッキングしちまえば何もかもがうまく進むんだろ。あんたらのお友達である秋月だってそうすりゃ助けられるだろうが。分かったら口挟むな。挟むさ。あまり意固地になられても困るしね。何より奪うというならそれもいい。だが事前に言ってくれたなら合わせることもできるだろう。なあ純。そうだよ。負けっぱなしや足手まといかもしれないけど手伝うことぐらいはできると思うから。あんたたち、まったくどこまでバカなの。それを本気で言ってるか。相談なんてしなかったのに。一つ忠告してあげる。そういう余計で重たい荷物はさっさと捨ててしまいなさい。強弱だけで物の価値は測れない。クレマナ、平和主義者ってザレ事だわ。力なき正義は無力なんでしょう。ならとりあえずあの暴力装置を手に入れてから使い道を模索すればいいだけだろうが。善を気取りたいのならまず悪を潰すだけの力を持ちな。甘いだけの言葉なら私は微塵も信用しない。ハッキングは一旦諦める。勘違いしないで木も伸ばしてよ。見しよう。二人は今のうちに歩行兵器を。はい。行くよ、シルフィードストライカー。下手打つんじゃねえぞ、マリア。
清掃なしね。今度はそいつを食いたいか。全ては無謬なる時計の針を進めるため。懺悔せよ。英雄という残骸にすら届かなかった鋼鉄よ。
邪魔だ。撃ち抜け、ストリゴ。アイス、了解。信じてくれて嬉しいぜ、少佐。一般ストリゴイ。からジャガーノートへ行こう。撃滅せよ、ヌエランマル。もっとだった。ちょっと甘い気な無機物君は、お灸を据えてやらないとね。ま、そんなこと言いながら、オイラが使うのも科学の力なんだけど。いいね、機械も凄いする時代になったってことで。魂なき鋼鉄の仇よ。
秋月。いや、ただ今ずいぶんと突飛なご機関ね、囚われの王子様。何をどうやったらそんなボロ雑巾みたいな体になれるわけ？っていうか、ただいまって何？頭打ちすぎでしょうが。相変わらずきつい。お言葉だな。しよう。いいから喋るの。お前に死なれてまたおつやみたいなムードにでもなられちゃう。こっちが迷惑なんだっても、あんたは一応まだ役立つから。それに涼牙君大丈夫か？ひどいけど待ってて涼牙、すぐにマレーネのところに連れて行ってあげるから。涼牙君を奪還するという当初の目的は果たした。相手は戦力が一ところに揃っている上、僕たちも消耗している。そして何より涼牙君の容態が心配だ。この機を逃さず撤収だね。私みたいな霊嬢が肩貸してやってんだから、あんたも男として少しくらい嬉しそうな様子でも見せたよ。それとこれでかばわれた金は返したから。それがどれだけ辛いことか、本当に分かってんのか。答えろよ。あ、答えろよ秋月。答えてみろって言ってるんだよなあ。
アオトさん、ダメ、そんなに譲らないで、落ち着かないと龍河が。